始まりました。ニコイチのってんです。みったんです。てかさ、のってん、あのみったんさ、めっちゃゲーム好きやん。うん、そうだね。ニコイチを見てくださってる人もゲーム好きな人も多いと思うねん。だからそのゲームあるあるをちょっと共有したいなと思って。じゃあ私ゲーム初心者だから、ゲーム初心者あるあるやる。あ、いいね。で、ゲーマーあるある初心者あるあるみたいな分ける感じで。そうだね。じゃあまず初心者の私から、初心者ゲーマーあるあるです。どうぞ。ここのカーブで右、オッケー。で、左で、曲がりきる。で、右、はい、いいよ。まっすぐ行って。で、ジャンプ。オッケー、ジャンプ。右ってどうやって見るの？え、ていうか、視点って変えれるの？え、待って、敵来た、敵来た。必殺技どれ？え？やばい。わー、待って。まっすぐ走れないんだけど、なんか斜めになってる。壁に向かってる。え、どっち押せばいいの？こっちかな。いやー、もうすぐ待ってたゲームが発売するなー。いやー、ちょっと情報をもう一回見てみよう。は？え、待って、え、3ヶ月延期って何？もうないわ。は？めっちゃ弱。え、なんだ、めっちゃ弱いんですけど。お前の方が弱いじゃん。え、なにえ、なんて。お前の方がアホだよ。いや、成績自分の方が弱い。弱い。やばー、ちょっと。街は闇に包まれてしまったの。あの男が来てから、街は闇に包まれてしまったの。はい、いかがでしたでしょうか。ゲームあるあるって本当にああいう感じなの。そうやな。もっと詳しく言えば、伝えにくいことも結構あるんやけど、できる限り伝えれたのがあの部分ぐらいかなっていう。そう、私もね、初心者あるある、全然ね、ボタンが覚えられないの。なんか必殺技とか、これを押してこれを押すとスライディングとかあるじゃん。あー、もう全然わかんない。まあでも適当に押してたらゲームってなんとかなるっていう部分もあるけどな。はい、ということで、面白いと思った方、あるあると思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。